今回はコラボ動画です。ぜひ楽しんでいってくださいね。もちろんだけど、動画を見るときは画面から離れてみてくださいね。それじゃあ始まり。よし、ここでオープニング。それじゃあハスターさん、スタンバイお願いします。はい、わかりました。それじゃあ桜花とセッカも所定位置に移動しててね。任せて。それじゃあ霊夢も次の現場に移動しよう。任しなさい。ふふ、今回は撮影の裏側を撮ったわよ。それじゃあ皆さん楽しんでいってね。よし、今日も一日頑張るか。パトの朝は、そこまで早くない？せいぜい9時くらいからだ。さて、髪を整えて、今日もみんなで動画を撮ろう。よし、今日はとあるゆっくり実況者さんの紹介をする日だね。一応こっちに来ているって連絡があったから、桜花とセッカに今日のスケジュールを伝えておこう。そう、今回はパトパトチャンネルの撮影の裏側を皆さんに伝えたいと思う。名付けて。あ、間違えた。パトパトチャンネル密着24時。朝一にパトパトグループの朝礼が行われる。ということで、今回はハスターチャンネルとのコラボを企画してある。センスがあって、クオリティも高いから、ぜひともパトパトチャンネルの力で、ハスターチャンネルを盛り上げてほしい。わかった、任せてよ。それで主はいつになったら動画を上げるの？今は、パトパトとロカロカでいっぱいいっぱいだからな、後々だ。私たちも今頑張って撮影と編集してるから頑張ってね。よし、それじゃあ頑張るぞ。よし、それでは今日の朝礼は終了だ。各自頑張ってくれ。こうして、パトパトグループの仕事が始まる。ま、正直こいつらが朝礼しているところなんて一回も見たことないがな。二人ともおはよう。おはよう。それじゃあ昨日も説明したけど、今日はハスターチャンネルさんが来るから、準備しておいて。今回は茶番あり。いや、紹介だけだから、舞台は作らなくて大丈夫だよ。とりあえず、昨日作っておいた台本を確認しておいてね。あんた、普段台本なんか作らないでしょうか。わかった、ちゃんと確認しておくね。それじゃあ、僕もハスターさんを迎えに行くから。行ってらっしゃい。桜花、台本読んだ？うん、一言だけ書いてあったよ。優秀な君たちなら何でもできるさ。って、適当すぎるだろ。はぁ、とりあえず今回もパトのアシスト頑張りましょう。そうだね。さーて、ここで待ち合わせしてたんだけど。あ、いたいた。おーい。あ、おはようございます。おはよう、今回は紹介だけだけど、よろしくね。それじゃあ早速僕の家にレッツゴー。こうして、今回の動画の準備が整ったのであった。普段から大雑把にやってるから、すごく内容が薄かったんだぜ。誰だ、こんな無謀な企画考えたやつ。え、なに、私が考えた。って、お前か、霊夢。ちょっと、ナレーターとカメラマンが喧嘩しないでよ。ということで、紹介しましょう。今回の相手はハスターチャンネルさんです。現在登録者は約400人、内容は僕と同じで茶番をメインとした動画を投稿しています。そして、僕たちパトパトチャンネルは現在コラボを受け付けていませんが、ハスターさんは境遇が僕と似ているなーって思って、少しでもみんなに知ってもらえるきっかけを作ればなー、と思い、今回初、僕からコラボを提案しました。いや、本当にいきなり連絡が来た時はすごくびっくりしましたよ。それで、僕は今回ハスターチャンネルさんの登録者を1000人にしたい。ということで、ぜひ、ハスターチャンネルさんの動画を見て、面白かったらぜひ登録してくださいね。ハスターさん、ここで一言どうぞ。はい、僕は戦闘系の茶番、ゲーム実況をやっています。特に茶番劇では、パラレル世界、や、プミゆっくりの逆襲、を現在投稿していますので、ぜひ見ていってくれたら嬉しいです。ハスターさんの戦闘もすごくかっこいいですよ。ということで短かったですが、これで紹介を終わりたいと思います。ハスターチャンネルさんのチャンネルの URL はこの動画の概要欄に貼っておきます。他に、ハスターチャンネルさんの僕とのコラボ動画は投稿され次第、URL を貼り付けます。投稿された時に、一度コミュニティでお知らせしますので、ぜひ確認していってくださいね。今後もパトパトチャンネルとハスターチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、
気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。